アラン・ポール・ブセニッツは、アメリカ合衆国ジョージア州オコニー郡ワトキンスビル出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、NPB の東北楽天ゴールデンイーグルスに、所属する。愛称はバズ。ジョージア州アセンズのアセンズクリスチャンスクール、ケネソー州立大学と進学し、大学では、大学野球のケネソーステートオールズに加わった。 2013年の MLB ドラフト25巡目でロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムから指名されプロ入り2015年には A 級から A 級に昇格と同時に先発投手に転向したが結果を残せずにすぐリリーフに再転向した2016年にはトリプル A 級ソルトレイクビーズに昇格2016年8月1日にアレックスメイヤー リッキー・ノラスコとのトレードでヘクター・サンティアゴと共にミネソタ・ツインズへ移籍した。2017年はトリプル A 級ロチェスター・レッド・ウィングスで開幕を迎えた。29.13イニングで防御率1.25を記録し、6月17日にメジャー初昇格を果たした。同日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビュー。2018年11月20日に ツインズから放出された。2018年12月3日に東北楽天ゴールデンイーグルスと契約合意したことが発表された。2019年は外国人枠の関係で開幕を2軍で迎える。5月に当番方で調子を崩したフランク・ハーマンに代わって1軍発、昇格、中継ぎで安定したピッチングを続け、セットアッパーに定着した。 8月には14試合に登板し、1勝0敗11ホールド、防御率0.00の好成績を残して、月間 MVP を受賞した。シーズン通算では54試合に登板し、4勝3敗28ホールド、防御率1.94の好成績を残して2020年も、チームに残留することとなった。2020年は、 開幕一軍入りして前年同様にセットアッパーを務めていたが、このシーズンにより、抑えのポジションにつくことになった森原公平が連続で、救援失敗したため配置転換でブセニッツが抑えに、回ることとなった。公式戦中の速球の最速球速は、2017年9月に記録した98.4マイルパワー。NPB 時代最速は時速156キロメートル。 楽天で一時期チームメイトだった JT シャギワとはシャギワが楽天対談後も連絡を取るほどの中である。ありがとうございます。